の協賛企業リオワハウスのドーニワ様よりご挨拶をいただきたいと思います。ドーニワ様どうぞよろしくお願いいたします。フェスタの開催おめでとうございます、弊社の方は、5年前にあの広島本社でして5年前にあの初めて岡山の方に出店させていただきました。今はあのイオンのイオンモールの近くの、岡山駅前店と交換場の入り口の方にあります西口店の2店舗になります。今回も参加させていただいた経緯を申し上げますと、弊社の方で取り組みの方が5年 LGBTQ の取り込みを5年前からあの、勉強会などを開いて、させていただいております。あと、まあ、LGBTQ ではなく、外国人の方、高齢者の方だったりと、より、ですね、気軽にですね、お部屋を探せる環境が、できればと思いまして、今回も協賛させていただきました。LGBTQ の、当事者の方も、気軽に、弊社の方に来ていただいてご相談をしていただきましたら、本当にあのお部屋の方をですね、本当にあの気軽にですね声かけていただければ、スタッフの方も、対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。本日はあのおめでとうございます。ありがとうございました。ドーニワ様ありがとうございます。それでは続きまして、地元岡山で長きにわたって活動されていらっしゃいますクラウド岡山の代表鈴木文子様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。地元岡山 LGBTQ 当事者グループの、クラウド岡山の代表をしております鈴木文子と申します。今日は本当にもう最高のこの、奇跡的なお天気の中、昨年に続いて、今年もですね、このプライドパレードレインボーフェスタ岡山2022が開催できるということを本当に嬉しく思っています。この日を迎えるまでにこう導いてくれたというか、この日を連れてきてくれた、桃虹岡山の、共同代表、市川さん、浅沼さん、そしてスタッフの皆さん本当にありがとうございます。感謝とリスペクトを捧げたいと思います。去年 の, あのこの桃虹、このテーマがですね、一人じゃないよという、そういうあのメッセージだったと思うんですけど、今年は、それでええんじゃ、It's all good ということで、この2つを合わせるとなんだかこう本当にあの、一人一人、私は私のままで、あなたはあなたのままで、あなたを生きることができるのはあなたしかいないという、まあ、なんかそういう本当多様性を認め合って、お互い、一人一人、支え合い、助け合う、まあ、そんなよう な, なんかこうイメージが湧いてきます。そういうメッセージをですね、一人でも多くこの岡山からですね発信できるように今日は元気よく歩いていきたいと思います。また皆さん後ほど、ぜひ一緒に楽しく歩いていきましょう。簡単ですけれども挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。鈴木様ありがとうございます。それでは続きまして、ジャパンプライドネットワークの皆さんにご登場いただきたいと思います。どうぞお願いいたします。ジャパンプライドネットワークは日本各地で開催されているプライドパレードやプライドフェスティバルを主催している団体のネットワーク組織です。私たちも桃虹岡山もそのメンバーの一つでございます。それでは皆様よろしくお願いいたします。まず団体の皆さんのご紹介をさせていただきます。順番になっているかな。名古屋レインボープライドの皆様ありがとうございます。そしてレインボープライド九州のお願いいたします。続いて、南米鈴木連合パレードの皆さん、そして東京フランスマーチの皆さん、そして京都連合プライドの皆さん、ありがとうございます。各団体の皆さん、
マイクが10倍回していただくスタイルでもよろしいですか。お願いいたします。ありがとうございます。東京トランスマーチを主催しておりますトランスジェンダージャパン事務局長の村田と事務局次長の篠原でございます。トランスジェンダー問題という本が日本語訳されて出版されました。そこには2010年代のイギリスで起きている凄まじいトランスジェンダーに対するバックラッシュ、この様子が刻々と記載されています。日本でも今同じことがまさに起き始めています。とりわけ東京や大阪といったこう都市部ではないところ、 LGBTQ に関してまだまだ可視化が進んでいないところでは、この国境とか県境を簡単に越えてくるインターネットの世界のトランスヘイト、トランスフォビア、こういったものが運動がないところに侵入をしてきて、本当にトランスジェンダーの当事者、そして LGBTQIA の当事者がしんどい思いをしています。だからこそ私たちトランスジェンダージャパンは各地のプライドで、トランスジェンダーあなた一人じゃないよ、生きていく権利がある、ここにいるということを示し続けています。今日はこの秋晴れの岡山で、そして来週は新潟で、再来週は山形で、11月の第1週は九州で、それから那智勝浦で、奈良で、そして11月12日はいよいよ東京トランスマーチで、各地でプライドを示してまいりましょう。どうかよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。名古屋から来ました名古屋レインボープライド共同代表のジュリアンです。岡山レインボープライド開催おめでとうございます。はい、皆さん岡山と名古屋、何か共通点の方思い浮かぶ方いらっしゃいますか。いないですよね。はい、私たちも先ほどちょっと考えたんですけれども、ちょっと中途半端な素敵な都会っていうところが一緒かなって思っております。ありがとうございます。はい、そんな名古屋レインボープライドですが、2023年6月3日土曜日に開催決定いたしました。名古屋のど真ん中、そして場所もですね、中心部でとてもアクセスがいいので、皆さんいらっしゃってください。そんな名古屋なのですが、来月11月からやっとファミリーシップの方がスタートいたします。ですが、そんな中、先日愛知県の議員の方が SNS で差別的な書き込みをするという悲しいことがございました。たくさんの人がこれに傷がついたと思います。名古屋レインボープライドはこれを明確に否定させていただきました。私たちは共にあります。皆さん一緒に少しずつ社会を変えていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。京都レインボープライド代表のロイと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。京都レインボープライドは実は今年が2年目で、いつも4月に行っているんです。で1年目、昨年の1年目は4月4日に行いました。で今年はもう終わっているんですけれども、4月10日に、行いました。でちょっとずつそうですね、最初はパレードだけだったんですけれども、今年はちょっとパレードとフェスティバルとちょっとずつ規模を上げていてですね、毎年毎年多くの方に、参加していただいて、おかげさまで、なんとか継続させていただいております。で来年も2023年も4月、京都はね、桜が綺麗なところを歩いていきますので、4月、行う予定になっておりますので、ぜひまた全国から皆さん参加していただければと思います。まだまだ始まったばかりのプライド、レインボープライドとはなりますけれども、日本各地にですね、日本全国に、こうやってね、ジャパンプライドネットワーク、上はね、北は札幌から、南は沖縄までありますので、そんな形で各地にどんどん、ね、今日の岡山レインボーフェスタと、ね、同じようにどんどん日本全国各地にね、広がっていけばいいなと思っています。では皆さん、また来年の4月、ぜひ京都お越しいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。
九州レインボープライドの代表をしております、あなたの信江こと三浦信久と申します。みんなフラッグ持っているのに私はなぜフラッグを持っていないかというと、今日朝新幹線に乗った時に全てを忘れたことがあります。血の気が引くって本当にもうその時に感じたんですが、もう仕方ないと思って腹もう開けようって声立っておるわけですけども、九州レインボープライドは、なぜ九州なのか、皆さんね、あの地域をしっかり表して話しておる、あのパレードしておりますが、九州はあの拠点は福岡です。ですが九州は九州7県ですね、あと山口も一緒に頑張っておりますが、福岡、佐賀、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、そして山口と、一緒にみんなで頑張ろうということで九州レインボープライドとさせていただいております。会場は福岡で、博多区中洲川端商店の近くにある冷泉公園というところで行うわけですけども、九州一丸となって開催しております。11月6日来月の開催になりますので、ぜひ皆さんあの2時間で来れる距離ですので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんおはようございます。根のはるばる海を渡って香川のうどん県からやってきました。私たちは2019年には丸亀レインボーパレードっていう名前だったんですけど、香川県全域にっていう決意を込めて今年あのマンデサヌキレインボーパレードと名前が変更となりました。マンデって何って思うと思うんですけど、マンデガンっていうサヌキの方言なんです。マンデガンっていうのは全部ひっくるめてっていう意味があって、でそれを略してマンデサヌキ、サヌキを全部一括りにレインボーにしてやろうやないかということで名前を変えて、また去年に引き続き今年も皆様と一緒に歩けることが本当に嬉しく思います。今年はちゃんと仲間と喋れてます。ありがとうございます。本当にちょっと自慢していいですか。昨日あの地元の記者さんとお話しさせていただくことがあって、そこで教えてもらったんですけど、香川県 の、 あの自治体でパートナーシップ制度導入が来年の4月やっと最後導入予定となっています。なので自治体全部コンプリートします。今のままいけばこれはちょっと自慢できるんじゃないかなと思って、で県であの制定しているところもあるんですけど、まあ、自治体の人たちがやっぱりその2019年にやったパレードがきっかけで、あの職員さんたちがすごい頑張ってくれて、で各自治体に広まってということで、本当にあの起爆剤じゃないけどなんかきっかけになって、私たちも大変嬉しく思います。あ、申し遅れました。私代表の相川とももです。本当にあの私たち4人しかいなくて、コアメンバーが忙しくてわーってなりそうなんですけど、なんとかあの皆さんのおかげでやっていけてます。それで私たちもあの来月11月19日土曜日にあの香川県宇多津町といって私の地元です、地元でやります。11月19日土曜日、また皆さんにお会いできることを楽しみにしております。今度は岡山桃虹開催おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ジャパンプライドネットワークの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。全国各地でこういった活動を皆さんしていただいてますので、本当に日本が本当に素晴らしく住みやすい国になっていけるんじゃないかなって本当に思います。皆さんの様子のためにね。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゴールです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。上に上がっていただきますか。お願いしてよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。岡山大学のジェンダークリーンの方が申しました。もうすぐ歩いて5分ぐらいの岡山大学病院にありますけれど、そこで1998年からジェンダークリーンの方で、まあ、トランスジェンダーの方でも医療的な療法で進んでしたいなという方たちが今そうですね、全部が3000人は食だけでもして、生活の面とか、教育、就労、それからあと皆さん30歳で精神治療やってるので、例えば子供が欲しいとか、そうなってくると LGBTQ の皆さんの問題があります。まあ、そういう違いの問題も私が変わろうとしてますので、まあ、そういうところにも、それから地理学会というのが制度を推進して市民学校とかに連行するというところが変わってくると思うんですけれど、まあ、だんだん実感という意味では結構どんどん変わっていきます。ですからそちらの方が何もかも通常者たちもいますので、まず自分の責任を超える人だとか、あるいは災害の話もありますし、まあ、いろんな企業の中でも話すものになっていますので、総理市長の片岡総一と申します。今日はシュッピーと一緒にパレードを2年連続、参加させていただいて、やっぱりみんなから手を振られると嬉しいね。なんか手を振られた時、なんかふっと頭の中に、ああ選挙カーと一緒だと思ったよく似てる、よく似てるけど、あの高いところ辺からね、こうやって手を振られるともう泣けてくるね。とっても嬉しいと思って、このパレードの意味はそういうところにあるなと思いました。私は総社市長をやってますが、平成31年だから今から5年くらい前かな、浅沼さんが総社市民なんで、浅沼さんの告白を受けてすぐさま条例を作ったら、その時は日本で3番目か2番目かそんなもんだったんですよ。今皆さんね、全国に1400の市町村があるんですね。その市町村が戸籍をやってるわけですよ。だから受け取るのは我々市長だったり町長だったり村長だったりするんだけれども、今悲しいことかな、ファミリーシップを導入しているのは1400のうちまだ45しかあります。あら、まあ、だからみんなの力を結集してね、これからこの動きを全国に広げていく、みんなの力で頑張ってまいりましょう。また来年も来たいと思います。よろしくお願いします。あ、チュッピーのことを忘れていた。
チュッピーはソウジャのマスコットキャラクターなんですが、性別は定かではありませんが5歳です。母親は岡山県立大学の女子学生です。そこまでしか分かりません。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてぜひ SNS などに投稿してください。 SNS のハッシュタグは何がいいですか？桃虹岡山でいいですか？共同代表、わかりました。ハッシュタグは桃虹岡山でお願いいたします。インスタグラムはアットマーク桃太郎で検索したら出てきたよ。だからぜひタグ付けましてください。よろしくお願いします。SNS 投稿しまくってください。バズらせましょう。 TikToker の方いますね、きっとこの中に TikToker の方、あ、いらっしゃった。 TikTok 曲げまくっておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは準備が、あ、ね、整ってないね、マイクがないよ、こっちね、私のマイクが整いましたよ。ということで、それではご紹介いたしましょう。演奏はピンクノートペティットです。ピンクノートペティットの皆さん、そしてたくさんの皆さん、たくさんの皆さん、映える方々雑ってバレちゃった、バレちゃったよ。はい、もう素晴らしい人たち。皆さんいっぱい写真撮って動画撮ってください。よろしくお願いします。それではお願いします。
がとうございます。そして最後に、はい、それでありがとうございます。最後にもう一度共同代表より皆様にご挨拶をさせていただきたいと思います。上がらなくていいですか、お二人。上がっちゃおう、持っといちゃおう。今日1号車のフロートで DJ をしていただいたのは DJ 秋典さんと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとなんかちょっと感無量になりそうなんですけど、はい、第2回目ということで本当にうちわとかに1人じゃないよっていうことを書いてる方切実に本当になんか自分たちが訴えたいことというか伝えたいことが本当にたくさんの人に、まあ、沿道からも温かい声援をいただいたりして伝わっていってるんだなっていうのをしみじみ感じました。今も本当になんか辛いとか本当大変な思いをしている方もいるかもしれないんですけども、本当に一人じゃないですし、自分のどんなセクシャリティであっても否定せずに胸を張って生きてほしいなというふうに思います。そんな思いを込めてそれでええんじゃんということでテーマを掲げているので、皆さんぜひ今日良き思い出としながら胸を張って生きていただければと思います。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、私高校卒業して、岡山を出たんですけれども、本当に、まあ、学生の頃は本当自分が好きな人が誰かとか周りに言えなかったり相談する人もいなかったり LGBTQ というような言葉もなかった時代でした。でだんだんこうやって、まあ、啓発が進んでみんなに知っていただくことによってみんなが楽しく自分らしく生きられる世の中になるんだなということをとても実感して思っています。今日歩いてくる沿道に高島屋さんのところに定水幕が下がってたんですけども、もう本当にそれを見ただけですごい泣きそうでした。というかちょっと泣いちゃったんですけど、はい、誰でもが自分らしく生きられるそんな世の中になったらいいなって本当に思います。もう今日が最悪な日でも明日はきっと何かいいことがある、そんな風に思いながら自分も肯定して生きていきたい、そんな風な意味を込めて、まあ、それでええんじゃ、もう今のままのあなたでいいんだよっていう意味で今年はやっていきました。大勢の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あと一緒に盛り上げていただいたドラッグ、そしてスタッフの皆さん本当にありがとうございます。ミラクルブラックさんも本当にありがとうございます。皆さんのおかげで本当に、はい、パレードが本当に盛大に楽しく盛り上がっていいパレードになったなというふうに思いますので、本当に皆さんのお力があったからこそ成功できたと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後の最後でございます。皆さんでですね一緒にやりたいことがあるんですよ。皆さんちょっとねお配りしました、パンフレットなどが入っているものの中にシャボン玉が入っているんですよ。ご存知ですか、シャボン玉。ちょっと皆さん出してみていただいてよろしいでしょうか。シャボン玉ってねいいじゃないですか、すごいね、なんかキラキラしてるし、そしてちょっと儚くて美味しいな感じがすごくいいので、皆さんねシャボン玉をリリース、バブルリリースをしたいと思います。シャボン玉のご用意をお願いいたします。バブルリリースってかっこいいですね。これみんな言うの、バブルリリース聞くのはシェイ君です。
みんなでしていきますので、ご準備整いましたでしょうか。まだ待ってほしい人いますね。もうちょっとだけ待つよ。待てる。あ、こっちが待ってほしそう。待てるよ、私が待てるタイプ。待てるタイプだよ。そしてですね、なんと皆さんのバブルリリースのタイミングは私の手中にかかっております。ありがとうございます。カウントダウンしちゃうからね、一瞬も飛ばしてるね。どん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 飛ばしてるよ。いいよいいよ。そういうフライングも大好きだよ。あ、飛ばすね。共同代表だったら飛ばすんだ。そういうとこあるよ。いいよ。ありがとうございます。いいよいいよ。そしたらシャボン玉ね、みんなで飛ばしていきたい。いいですよ、練習してください。練習しておいてください。でもね、すごい一気に飛ばすときは一緒にやろう。練習でみんな飛ばして。もうこれはカウントダウンいらないかな。でもやろう、カウントダウンやるやっていこう。それではカウントダウンいたします。皆さんご一緒にお願いいたします。テンカウントでいい？5からでいいか。もうからでしょ。いきます。5、4、3、2、1、バブルリーズ。いいね。皆さん、実はシャッターチャンス、実はシャッターチャンスだよ。ハッシュタグはももにじ岡山でお願いいたします。
全ての手荷物をご確認いただきまして、お気をつけてお帰りください。本日は本当にありがとうございました。